今回はあまりにもマリオカート64すぎると話題のホラーゲームキティカート64をやっていこうと思いますなんとホラーゲームなんですよそして隠す気がないですね <laughs> もうまんまじゃない大丈夫なのこれで今回はこのゲームの他に23個ちょっと面白そうなホラーゲームがあったんでやっていこうと思いますまずはキティカート64スタートシングルプレイやマルチプレイマルチもあんの まあ一旦シングルで行くかこのゲームマルチ対応してんのすごいじゃんマリオカート64ですらマルチ対応してないよな多分あれ <laughs> えもう始まるの<ー>一応ホラーゲームってことらしいんだけどんなんだこれシングルプレイだったらほんとに1人で走るってこと <laughs> ちょっと待ってシングルプレイマジで1人で走ってんだけどいやシングルプレイってそういうことじゃないでしょこういうカートゲームのもうタイムアタックしてるって しかもなんかホラゲ要素あんまないなうわっちゃんと凝ってるなんか坂道もあったりしておー橋を渡ってんのかな今なんか今のところホラゲ感ないなとりあえず3周すればいいっぽいけどなんかいいねメルヘンな世界であなんか書いてあるレ,レース当たり前のこと書いてあるんだやけに当たり前のこと書いてあるか当たり前のことしか書いてないななんだこのなんだ <laughs> よく見たらさゴールのさなんかこれ破れてない ちょっとホラーチックがここ。そうでもないぞ。なんだ。これなんかショートカットとかもこれできんのか。もしかしてあできるあ。すごい。<laughs> なんかこれどこ走ってもいいの？おいおい。もう右のマップで矢印がもう天に向かって突き進んでるっていいんか？これいけちゃえるぞ。でもなんだ。これうわ。ちょっとホラーチックになってきたえ。これ落ちたどうなんの？<laughs> 落ちた？ <laughs> えれどうだったえっ、ー、何裏世界みたいなとこ来たえっ、ー、びっくりしたこれなんだこの泥だらけの場所ちょっと待って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 え、BGM 不穏だしえな何これあっここがホラーの世界ってことなんかびっくりマークみたいなのあるけどえ怖いななんかでもなんかさ1度は考えたことあるよねマリオカートの世界でさ 落ちたりしたらさなんか裏の世界へ行くみたいな今なんか放棄されたカートみたいなのあったな誰かここに来たやつがいんのか死んだのかなそいつはうわなんか子どもの頃に考えた妄想が現実になってる感あるなんか誰かいんな,なんだ <laughs> なんかいないおいおーいえなんかお <laughs> 会話できるんだけど <laughs> あここに落ちてきたのかいきをみたいな感じかな えーっとあ私の靴がどっか行っちゃったみたいな感じか靴を探してほしい誰こいつ誰靴を探してほしいって言われた今もしかしてそれとも靴が汚れちゃったよみたいなまあ一回ちょっと探してみるかてかもうやばい首まで使ってる首まで使ってんだけどあっこれじゃない違うこれやばいやばいやばい <laughs> ちょって <laughs> えどうなった さらに死体落ちたおいおいなんか別のとこ来たんだけどちょっとごめんあいつのあいつのあの話聞けなかったおっえなんかいないこれでも水入れるかあっあっいけるだれ <laughs> えさあーささ砂漠、さで助けがいるかいみたいな。 うん。ニにシンえ、何も、なんだもういまいち分かんねえや、もう。よく分かんねえ、なんでもう水の上に立ってんのかもう分かんねえ、これは。いや、もう一旦ちょっとスルーしよう。だめだ。話聞いちゃだめだ、これ。え、これね、もう1 2周目、砂漠だけど、ステージ変わってくでいいのかなんか BGM 不穏だな。ピラミッドの中とかも入れたりするのかな、もしかしてこれ。うわ、なんか入れそううわ、すごい若くする。こういうの。 ええ、ええ、待って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 。ええ<夫> <laughs> <怖え笑> とりあえず1周回ってみるよコースをすごいねあこっからピラミッドの中に本来は入るんだなるほどねあでピラミッドを抜けて2周目ってことかおおいどうだうんカウントされてないねなんで俺が変にあえ沈んでない大丈夫そうやられた誰かにこわ震えてる 痙攣してる大丈夫か怖なんかえ板引く <laughs> ガンガン <laughs> ガンガンガンじゃないの <laughs> いやそれ怒られるっておい BGM やばいことになってるっておいおい引きすぎ引きすぎ俺はとりあえずレースを続けることしかできないもんね板続けてみるかレースを マップはバグってないから一応なんとかなるうわ怖すぎるでもこのなんかあれだわ俺が動かしてる主人公だけはバグってないのがちょっと唯一の救いこいつまでバグり出し俺もう何を頼りにプレイしたらいいかわかんないからね一旦石一回ってみようさっきのなんで1周にカウントされてなかったんだろう変な寄り道しちゃった可能性はからの可能性はあるよねとりあえずもう5分経ってんのか意外と時間経つの早いな さあ、着きましたどうよこれさすがに2周目行くんじゃないなんないおいお前どうなってんだおいおい助けてくんない <laughs> いや俺より助け求めてそう <laughs> 同じことしかいなくなっちゃったおーい起きろこれまた別の場所行くパターンかなちょっとなんかあれってこそ、ああ,あったわ 目指してみるかあのピラミッドとかこっちの方ここもなんか水辺なんかピラミッドの中になんかあるとかいうパターンなのかなまたなんかあの地下世界落ちるパターンなのかなえどうなってるこれおーい来たぞーおーいすげえ登れる BGM やばあーこれ以上無理かちょっとマリオカート64っぽい動きすんのやめて その弾かれる感じこのゲームの説明の一番にさ「超楽しい」って書いてあったんだけどさ大嘘つきじゃねえか <laughs> まあでも普通にプレイしてたら「何やばいやばい絶対やばいやばいやばい何あーめっちゃ落ちてる普通にプレイしてたらこうはならなかったのかなえええええええあやっばい人のようなものが倒れている。 うわええー、これでも最初のマップっぽくないえー、怖すぎるあっ最初のマップではないのかここはおいどこなんだここ一体え、怖すぎんだけどえへへ全員でも倒れてるねさっきあの湖というか池にいたあの子と一緒のように倒れてるどこを目指せばいいんだ一体穴あなんか どんどんあれだね俺の道が決められてくね塞がれてってこっちかこっち行けばいいんかあー左かうわわからんわからんこっちか導かれてるあれ同じとこ持ってきてんじゃないこれいやわからんどっちだこっちか一回行けるとこまで行ってみるか <laughs> マリオカートのコースとしては最悪だけどなこんなコース出てきたらマジでダウンロードコンテンツ配信っつって このコース出てきたらマジで、ニンテンドーのなんか、今後に影響しそうなレベル。あ、待て待て、やばいやばいやばい,やばい,やばい,やばい、引っかかる引っかかる。こんなとこで引っかかって死んだらやばいわ。やばいやばいやばい。もう右上のカウントが何の意味もなしてないもんな。8分とか。見たことないよ、マリオカートで8分って。え、ちょっとちょっと、どこ行けばいいのこの耳、耳痛いわ、この BGM。早く抜けたい、ここ。こっちかえ、どこ行けばいいんだ え落ちればいいんかこれまた落ちるようわ <laughs> 落ちまくってるゴールどこだよでなにここえ待ってコングラッチュネーションって書いてないえ違うわあコングラッチュネーションだやっぱりえおめでとうみたいなことあれマップはないって書いてある何この場所あ風船割りだ <laughs> <laughs> あるある本家でもあるけどなんかでもちょっと違うよルール変わってるってこんな無数にあ,ある風船を割るゲームではないはずはあ,あ楽しいあれなんか今勝手に割れなかったなんかこれ全部割れるまで出れませんみたいな話ああと16個割れたおーたまに悲鳴聞こえんなたまにあ楽しい急に楽しくなってきたおいおいおい待ってくれ今何 今の何そしてなんか赤ちゃんの泣くような声待てよここ絶対気持ちいいポイント発見したこれ絶対気持ちいいうわ気持ちいい<笑><笑>あゼロになったええ自分までえどういうことクリアいやもうわけわからんもうわけわからん <laughs> 何これあったけどこういうステージ 車が走ってくるステージどっちこれてかマップなくなったうわ上も行けんない今の高速道路っぽいとこおいめちゃめちゃ怖いとこ走ってるって何だここうん、ちゃんとあダメなんだこれいけないんだ前。マリオカ裏マリオカート感が強くていいな結構好みのゲームかも俺な、なんか飛んでるねクラゲみたいなのがどこ行けばいいんだでこれは右 いやまっすぐか。なんか全部結局一本道でつながってそう。なんか魚泳いでるよね。あれか、なんか地面の座標がずれてんのかな。このゲーム。多分魚、お、っ、なんかある、なんか,なんかある。<laughs> 読み物みたいなある <laughs>。車飲みながら、乗りながら読むな。<laughs> 何これ。え自分じゃない自分の絵だ。どういうこと自分の絵が落ちてた。 どうなってんだ一体えー分からんなぁ意味が11分経過まだ1周目左かあ、なんかいるあ、いるえ自分じゃなかったこいつだった<え>やっべえ、バグってる向こう向いてるわけじゃなくてこっち向いてんのかこれもう顔がないんじゃない 怖いちょっと待って後ろから見てみようどうだやっぱそうだ怖えとり当たってきたわ何だろう俺もこうなっちまうのかなあなんか落ちてるえなんだこれ魚なんか魚みたいなの落ちてる何もう拾えたりはしないとりあえず前に進んでみるかハハハパイロンだけは反応するパイロンだけが唯一の癒し あ,あ気持ちいい。飛ばすの気持ちいいわ。え、なんかどこ行けばいいんだ、一体。魚泳いでんな、相変わらずあ。たまに聞こえんな、雄たけびみたいなんが。なんかどこまで行っても同じような道。えー、なんかさっきもここ来たよね。あれ同じとこループしてないこいつは同じやつ同じこと言ってるね。うん。うわ、今こっち見てた、ずっと。 これ同じ方言ってるさっきのとこ右かじゃあ。右に行かなきゃいけないのか。もう12分経ってるよ。マリオカートとしてはもう最悪の。12分経ってもゴールできないコースなんて実装すんなよ。まあ、今のところ逆走するっていう可能性もあったのかな、左側に。まあでも、一回右行ってみよう。ジャンプとかできないのな、ドリフトとか。そこがマリオカート64よりも劣ってる点。 このゲームがそれまでできたらね素晴らしいゲームだったけどであなんだいつ止まにかあいけるまだいける道のなんかあれだね崩壊がすごいねえー、ちょっと待ってまたこのパターンうん右わからんてわからんよ <laughs> 迷路こすすぎるええー、右 あ、なんかまたあるえ、これ待って同じやつじゃない違う。何だろうこれ。ライオンライオンが涙を流してる。血の涙も流してんな。で、下はスプラトゥーンみたいになってんな。スプラトゥーン混ぜてもらえなくて血の涙を流したみたいなライオンの絵。ま、あよくあるか。題材としては。学校の授業とかの題材でよくあるよね。はい、皆さん今から。 スプラトゥーンに混ぜてもらえなくて血の涙を流したライオンの夜を描きましょう。はい、先生みたいなよくあるよね。こっちか。どこ行けばいいの本当にどこ行けばいいのこっちまっすぐ行く感じでいいのかなうわー、また分かれ道じゃない左。あ、違ったわ。<laughs> 紛らわしいのよ、この中央分離帯。え、もう右あ、わからん。いや、まっすぐだよな、多分 何に向かってんだろう俺はでも右に逆走とかもできしようと思えばできんのよなあっまたあるこれはあえー、戻ってきてないえっ、ー、やっべこれあえてこっちこの誰もまだ行ってないようなところへ行くあえて同じ場所行ってよ意味ないからねきっとおっ釣りしてるでも全然関係ないことやってるやんキティカートとお前釣りしてんじゃん キティフィッシングしてんじゃん。ああ、なるほどね。次のマリオカートには、魚釣り要素を入れてほしいってことか。入れねえよ。絶対入れねえだろ。絶対に違うだろ。ジャンルが。いいのよ。釣りはもう。おお魚めっちゃいんな。これ右だな、あえて。あえて右。で、これ、わかった。この、通りづらい方の道を行くと同じとこへ繋がる。 でもそういういことたぶん通りづらい方を通りづらい方を通れってことなんじゃないのこれこれ違うあれー釣り人のとこ来たなまたちゃんとゴール的なものはあんのかなこのゲームにおれおれあ待ってまた降りちゃったな俺えいや降りていいのかさっきはまっすぐ行ったのか右上をここまだけじゃ来てない場所なんじゃない進んでんのかどうかがわかんねえんだよなお なんか水に使ってるとこ来たえここ来たことなかったなあっ魚たちのもとへやってきたのか <laughs> すごい普通マリオカートだったらあんまりなんかその中途半端に使うってことないんだけどめっちゃ使うかあんま使んないかだと思うんだけど中途半端に使ってんなコース上にある水にお前何やってんだここで普通にこいつも使ってる いいやいやめ、珍しいつかり方してるってなんか首まで使かってるわ水に変なつかり方でどこに行けばいいんだ魚めっちゃおいでんなあー、なんだあなんかあるなんかあるなんかあるえ怖いって絵がまつげなっか下の目下の目だよねこれ上の目は下向いてていやーなんか法則がわかんないこの場所のお何なにここあここじゃないここから落ちるんじゃない うわあ <laughs> !22 分。おいおい、もうすごい階層降りてきてるって。まだ一周目。ちょっと。どこあ、なんか赤い光が見える。どこなんなんだこれ。あー、血ですね。血で書かれた矢印だね。こっち行けと。オッケー、行ってやろうじゃねえか。俺は何としてもゴールしなきゃいけねえんだ。 この戦い終わらせないと。なんだなんか出っ張りがある。何ですかこれ。ん何これ硬いなぁ。別に何かができる。あまた矢印あるはいはい。矢印に導かれていけばいいんだよね。んー、そっちなのってことは今のやつか。やっぱこれを指してないあ入れる入れるあ駐車場ってことか。 おー <laughs>。その場面転換多いな、このマリオカート。このカートゲーム、場面転換、なかなかないけどね、カートゲームで場面転換って。ロードのたびにちょっと耐えるもん。こっちか。まあ、矢印に従えばいいよね、基本的に。いや、ありがたいわ、でも矢印あんの。こっちってことかな。さっきの矢印なかったからな。マジで不安だったけど。 10分ぐらいずっとさまよってたんだけど、マジで不安だった。正直。何のす、何のヒントもなく。こっちか。ああ、はいはい。なんか、立体駐車場みたいな感じね、これ。こういうとこ走るよカートゲーム。えー、ゴール急にフィニッシュ。なんか S だけ細いんだけど、フォントが。怪しい。フォントがフィニーみたいな感じじゃないこれ。えはははトイレポンク刺させられた ちょ、タイヤパンかさせられた動けないえやばいハンドルしか回せないなにってなんか来てるなんか来てるえ何？なにおいエンジンかかれおいやばいうそええハハハハハいやめちゃめちゃじゃねえか誰だこいつなんでだよきっと ここまで頑張ったよいいせなくてういんい、全然全然ゴールできなかったよいやでもゴールテープは切れてるか一応ゴールライン踏んでんな死のゴールなんよなんだこれすげえ趣味悪い画面で終わったなえ待ってこれん何これおおちゃんとうん,んーゲーム落ちました <laughs> <laughs> ちょっと普通にクリアしたらどうなるのかとあとマルチプレイ気になったからマルチプレイで一回普通にクリアしてみるわあえあマルチプレイ本当にマルチプレイあプレイヤー2しかもこれこんなコントローラー持ってねえわ俺64のコントローラーだなできないのか何だ何 <laughs> だそれはじゃ普通に一回三周回ってみるわこのステージワーンゴーまあ不穏ではあったよね最初からゴールが。 なんか、破れてたりでも別に俺が自ら <laughs> なんか変なとこへ行った謎の好奇心が出ただけで普通にクリアしたら普通に終わんのかなこのゲームマリオカートの裏側どうなってんだろうみたいな欲をすごい解消してくれるいいゲームだと思いましたとりあえず1周目クリアでしょ強さ的に行くのかなどっかに普通にクリアしたらおもろいよなだからすごい好奇心旺盛な人しか ホラーゲームにならないみたいなだとしたらめっちゃ面白くない自ら気づくまでどうだなんないわ <laughs> なんないんだ結局3分の1の輪なんだなるほどねでこっからみんなプレイヤーがおかしいななんないなってなって探索し始めんのかなるほど <laughs> じゃあ俺のプレイヤーめちゃめちゃでしたねうんめちゃめちゃだった俺のプレイこういうとことかいけるのかな こういうとうとこかわー惜しいということでキティカートでした皆さんは半端な気持ちでやらないようにじゃあ次のゲームさあ次のゲームをね一見かわいいと話題のホラーゲームレンタルやっていきますなんか山奥のレンタルハウスが舞台のホラーゲームとにかくやってこうなんかねこのゲームをねキャラクターがかわいい <laughs> 動けるもんかわいい家族で来たのかここに。 あ、別に話したりはできない。あ、できるんプロー、兄弟あー、一緒に遊ぼうよ。海、の<ノ>。<laughs> やだ。<laughs> なんで遊んでやれ。あ、お父さんあ、お母さん。えー、扉を開けて、レンタル、あー、扉を開けて、部屋に入りなさいみたいな感じか。あ、話せる。お父さんだ。何を考えてんだよ、海。 うん。おう、な、会話。We are family. 怪しいな、なんか。鈴木キャリー。<laughs> 日本製だ。いいねー。かわいい。海ちゃんっていうのね。主人公。あ、ここがレンタルハウスか。な、な、なんでここに来たのなんでここに泊まろうと思ったの家族で。キャンプ的なこと一回入ってみるか。お邪魔しまーす。ドア開いた、開いたままだ。えー、ええええ。 何閉め閉められたクローズザ・ドアうんえもう外に出れなくなっちゃった閉じ込められたレンタルマン閉じ込められちゃったんだなんでえなんかお父さんとかお母さんに閉じ込められちゃったのかえ可かわいいホラーゲーム感ないあんまりあっおいたいた,いた なんか、だ…どうにかして脱出するゲームなのかなレンタルマンレンタルマンって何なんだろう一体。レンタルいっぱいする人みたいな。なんかある。あー、一緒だ。デンタルって歯歯だよね。どういうことデンタル、レンタルを聞き間違えたのかあ、こっちもいける。うわー、ちゃんとしてんな。 なんか何調べても一緒だ。とりあえずレンタルマンってやつを調べろ。探せって書いてある。あテレビ。でも一緒のことしか言ってない。おーい、なんかないか多分ここ調べても一緒だろうな。おーおいるじゃん。レンタルマンこいつがえう、えー、外に出たいのかみたいな。 えーっとトラップえー、っと何ヶ月も閉じ込められているみたいなこと言ってるのかなこれの人もえレンタルマンもあ海あー、鍵を手に入れないとお父さんが持ってる両親が持ってるみたいな感じかレレンタルマンって何なのうーん親のことは忘れようみたいな もう会うことはないよみたいなこと言ってるなんでえそれ以外はな何なのこのレンタルマンってこの呪われた場所を呪いを払うには儀式を行わなきゃみたいなこと言われてる何それてかまず誰こいつレンタルマンって自分俺にはできないだから助けてくれみたいなことか えーっと、うん、もう、助けてください、僕を、みたいなことか。僕は無力です。役に立たねえな、レンタルマン。うーん。あなたが、私を、あなたが一番上手にできるみたいな。海、あい。うん、なんか、とりあえず、 何かを見つけろって言ってんのアーティファクトアーティファクトを見つけろ。うーん。6個の。なるほどね。なんだのアーティファクトって。えウーマンビハインド。どういうことハングリーマン。怒ってる人ツリーキャンドル。3つのろうそくえい、ー、けた <laughs> なんか線が抜けるような音とともに消えたけどおお帰ってきたお前そんなことできんのか全然無力じゃないよねえー、っとうーん秘密があるこの部屋のどっかにめっちゃ喋るなレンタルマンすごいな召喚の方法は分かんないけど そこに何かがあるグッドラックおいてきそうだな消えたはんレンタルマンここには何もないうんはいはいこれで調べられるようになったわけねおおすごい 90DF is on んだろう 90DF ってなんだうんテレビ とりあえず相手も見つけてきて、なんか儀式をしろと。お、なんか絵がある。あ、見てる、かわいい。うん。あ、アングリー。お。おアングリーマン。え <laughs> ってことね。あ、怒ってんのか、これ。怒ってるえゲットした。なるほどね。うん。お父さんの服がある。ええー。 な、な,んな,んなのこの家の構造はあほうほうほうおやったウーマンビハインドバー刑務所の入ってる女の人の写真というかえ集まってきてるねなんか6個だっけあここは何もないのか行き止まり家にある廊下の行き止まりすごい設計してるわ変な家だここなんかあった今何かあった これなんか絶対アイテムだろう何これ <laughs> 家にこれ飾ってあんのこれ違うのどうだうんえ違うのうわ明らかにこれっぽかったけど違うんだこの中はロックがかかってる結構どんどんしたなうんこれはお見つけたのかなあんか実績のロック解除したけど アイテムはなさそうオッケーまあとりあえず全部の部屋見ていこっか今のは怪しいけどねあキッチンかああさっきも来たな冷蔵庫の中はあー何も入ってないなんか食べようとしたけどうーんなんかアイテム取らなきゃいけないアイテムとかほらここ何もない4つの椅子うーん リトルブラザー。弟弟も外にいるみたいなことかな何これなんだこれえ、何えフローをし、浮いてるテーブルが浮いてるよみたいな話かなこれ。どういうことテーブルが浮いてる浮いてる感あるうど、どうなってんのこれ。 <laughs> 浮いてんのかいや浮いてはいるか確かにおでこの位置にあるものテーブルがてか元のテーブルちっちゃくねあっあ待って絶対これだめっちゃ見上げてるあ違うのこれ絶対に使いそうだけど使いそうなものほど使わないなもう一周回ってみるかバスルームに何もないええー、意外と何もないぞ あ、これは十字架ああこれは使うかさすがにあとはここに何もないもう開いてるもんなあと何個だろうアイテム一覧とか見えないしなこれえー、もうここら辺の全部見たもんな外はうん外は見えないえー、あと取ってきやこれ絶対これでも使えこれどうにかして使え 使えこんな厚みある <laughs> イラストというか絵というかえっ、ー、今の使わないのドン引きだわあここ灰皿おおろうそく2つのキャンドルあーでも足りないんだキャンドル3つ必要だっけまあ、外には出れないよなキャンドル3つ必要だよね確かこういうとこにあんのかなないわもう全部細かく見ていくしかないなマジで 細かく細かくおっキャンドル3つ目よっとこれみ見つかったんじゃないキャンドルはもうあとは絶対こういうの使いそうだけどななんだど自分か待ってこれ一回さえなになになに怖い怖い怖いえー、俺これさレンタルマンのとこ戻ろうかなって思ってるんだけどこれちょっとやばいか戻ったらいけないのかななんか気分よくない <え>急な頭痛大丈夫か横になる一回1回えアイテムが集まろうとした瞬間テレビ下の棚とかは何も見れないかここはお鍵え待って鍵閉まってた部屋ってどこだっけあれっんか鍵閉まってたとこあったっけこっちの右とかもしかしたらあてか奥は あああやばいいる何いや何もいないこっちの手前もしかしたら鍵が閉まってる部屋があったのかあれどこだっけなんかどっか鍵閉まってたよなあれどこだっけなんかどっか鍵閉まってるなみたいな話したよねあここだあー十字架集まった やっべえ、たっけえ、身長。カメラに映りきってない。嘘だろ。レンタルマン。レンタマン。楽天レンタマン。楽天カードマンか、あっちは。レンタマン。いや、いないわ。おえ椅子取った。ここに置いてあった椅子取れた。あー、うん、で、なんか高いところ届くってことか。 なんかここら辺確か言われたよな。高くて届かないみたいな。はっ届いた。え、何今明らかに気づきの音みたいなしたな。何の音だろう、今の。今絶対音感持ってたら、レの音ですとか言えたのに。え、え待って。えここ扉絶対なかった。え、絶対なかった、ここ。だって、ここあの奥の部屋でしょ。え,え えー、なえよい、一、一人称視点、ん、うんうん,うん、ん、ん、いや、いる自分え鏡はははは。<laughs> やばい。俺、海ちゃんになった。海ちゃんになった、俺。かわいい。あ、ちゃんと取ったネックレスもしてる。海ちゃんだ、俺が。俺が海ちゃんだ、今日から。よろしくみんな。一人称視点だ。やばい。え、てか、どこ行っても行き止まりなんだけど、これ。 あ、いや、一応いける。すげえ面白い。FPS 海ちゃん。あと10だけ持てば。もうついに、エーペックス。エーペックス参戦かこっちか。うわ、なんかまだ10時間あんなーこれ。な、なんなんのここは一体。えあ、調べた。あと2つ <laughs> え、なんで急に一人称してなったのこれ、マジで。 謎すぎんだけどレンタマン待っといてくれうわ、なんかレンタマンをこの近さで見れんのいいなレンタマンに一人称で会えるってことでしょうわ行き止まり今んとこなんか二つに分かれてたね道がうわあ、これちょっと酔うなかなり酔うなおこれはお、来たあと一個いいぞどこだ 全然わからんけど。とにかくこっち行ってみるか。行ったことなさそうな方にひたすら行ってみるか。いやもうわからんな。おー。右。おお。自分にビビる。あれ行ける前だここ。マジかよ。海としたことが。右かじゃあ一旦戻る感じか。戻って。 っておぉ違うあれ,あれやばいあれやばいどこだ <laughs> あ、こっちだ <laughs> いやもう分かんなくなるってこれどっから俺は来たのかうわどっちだっけこっち行ってないうんこっちこっちか <laughs> あ違うおもろいなこれこのマップ あの、マウスで操作したかったあの視点変更視点変更が固定なのよな自分でこうやってさ向いた方体を向けた方に体がつあ首がついてくるみたいな目がついてくるみたいな感じなのよこれ今あっと最後の十字架取ったラストワンえっでどこに行けばいいのん レンタマンレンタマン楽天レンタマンどこどこにいんのおおほなんかあったそれっぽい扉帰んのかあ、扉が開いてたえ、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 どこえ、何これ、何この視点え、どこ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 えぇ、ー、ぇ大丈夫 <laughs> なんか重力おかしくなってるけどえ、えバグってる あ、なんだ謎の場所みたいなのが来たなこれな,なんだか今,今一瞬出たよななんだはあここか何いや分かるえはあサークルあ置いてけってこと今まで持って、取ってきたやつをすごいすごいめっちゃ並べる儀式ってここでやんだ炎上にって言ってたね今 <laughs> すごいこれで来たどうよあとここだけ抜けてるかどうよ結構持ってんな海ちゃんすごい持ってるなよく入ったねそのポッケのなさそうなワンピース着てるけどすごくないどうよ来たんじゃないまだんまだ え、なんかいい感じに円形に並べられた感じはするがまだなのかこれ真ん中でまだかあよし置けたうんええー、ちょっと待ってよえー、ちょっとこれさすがに読んだ方が良さそうな気がしてきたなえー、っと 何これ呪文かなピリカピリリピリララポロ,ロポロポリポ,ポポポポリラ…みたいな呪文のことを言ったのかおえやばくないやばくない何来てる巨大ウサギ来てない上からえ あいつじゃんあ,あ… <laughs> あれえ夢を見てたのか踊ってるお母さんはい海どうしたのえなになに夢落ち夢落ちなの結局レンタルの人はまだ来てないあレンタルはまだ来てないって言ってるああ二ほどきしてた方がいいかもその間にみたいな あでもネックレスつけてるよねえっドアを開けることお願いできますか海が家に入らない方がいいよかわいいその顔終わったハハ <laughs> ハハ e n d ああなるほどねまあでもな何て言うんだろうそういう嫌な予感が したというか、でもこれネックレスはつけてたわけだから最初多分つけてなかったよねだから事実ではあるんじゃない何なんだろうね今の海ちゃんがもうマサ夢みたいな感じでこんなことが起きるかもみたいなのを先に体験したみたいな話なのかなうんーでも面白かったね一人称してるとこかったわはーいじゃあ次のゲームいこう さあ今回最後のホラーゲームは「音信」ってことでなんかこのゲームはねネットの掲示板に書き込まれた意味深な文章謎めいた URL を開くとそこには位置情報が示されていたでそこに行ってしまう主人公の物語行くな <laughs> 行かないでまあ、見つけてって書いてあったら行きたくなっちゃったのかな、まあ、とにかくやっていきますなんと日本語に対応しているとか日本の方が作ったホラーゲームかな ある日、暇つぶしにネットサーフィンをしていた時うん。掲示板で妙なスレッドを見つけた。でもすごい勇気だよな。それで実際に行くって。行動力ある。なんか成功しそう、この子。書き込みは全てが同じ内容。電話番号と位置情報。そして、見つけて。の一言だった。ああ、ほんとだ。いっぱい書き込んである。すごい、同じ。あ、でもゆ電話番号が全部違う。 直近の書き込みは数秒前位置情報は近所の学校を示していたお近所の学校だったら行くかあなた何のスレッドですか書き込んでみるが返事は来ないとなんとなく分かっていた何を見つけるのか誰が何のために書き込むのかどうしても知りたくなりその場所へ向かうことにしたおお <laughs> ついたのもうえー、もうついたのおい20時16分 なんで来た、うんあ、1番でライト。2番であ、スマホ。3番でピン立てれる。あ、マップだ目的地がある。で、4番であ、消せる。ほえー。じゃあ、あとりあえずマップ見て、向かえばいいのかなライトつけていくか。どこなんここ。学校って言ってたっけ近所の。男子トイレ。お邪魔しまーす。電気つくあ、つくわ。 大丈夫かこれ廃校みたいな感じうわでかいあれだあのよもぎもちよもぎもちじゃないかこれなんて言うんだっけ笹団子笹団子って言うってんだっけこれな,なんていうのこれなんか笹団子だっけ笹団子だよなトイレうんまあまあきれいな、ね、トイレットペーパーの位置高っ <laughs> えっかないトイレットペーパーこれ しゃがんでトイレしてて拭けるお尻。なんだこれ。いや、高いなトイレットペーパーの位置が。一番怖いな、それが。こんな高いトイレットペーパー。見たことないよ。ここは、まあ、相変わらず高いね、まあ。男子トイレはなんもないな。うん。走ることもできるわ。よし、じゃあ次。女子トイレも見とくか。<laughs> なんか <laughs>。 なんかちょっと <laughs>、なんか違和感あるな。マークに。お邪魔しまーす。すいません。お、トイトペーパー拾える。おー、投げんな。なんか汚い。なになんか投げるな、すごい。なにえぇなにこれこけしびっくりした。巨大耳栓かと思った。耳栓こんな感じの形してるよな。トイレトペーパー相変わらず高ー。 でも、別に何もないか。おぉ、びっくりした。えぇ、ー。ああ、別に何もないね。なんかアイテムを見つける系のゲームではないのかなーうーん。巨大こけし持ってくか、一応。お土産に。あ、持つことはできないわ。なんかすぐ離しちゃう、う重いもの持てないんだ。オッケー、じゃあ行くか。とりあえずこっちかななんか目的地からずれてってるような気がするけど。 ああ、これ以上いけない。え下降りんのかもしかして。電話してみるな、なんだこの電話は。なーんかちょっと怖いね。3番のマップ。上か上から上がってみるか。1一回。いやーもうなんか雰囲気がすげー怖えわ。3階。 またトイレがある。おぉ、開いたぞ、今今、<laughs> 今完全に開いたぞえ誰かいんの出てきなよ電気つく。うわ、やべえ。うわ、やべえ、やべえなんかぶつけてる。野球部がぶつけとるわ、これ、相当な力で。おい、誰かいんだろ出てこいよ。出てこいよ。いないか。こっちは何もいない。 ペーパーパなうーん雰囲気めちゃめちゃいいなこのホラーゲームこれ野球部だねぶつけてんねイカを投げつけたのかなでイカ墨がビシャーってなったのかな可能性はあるこれなんだお邪魔しまーすええ <laughs> 今めっちゃ顔なかったえ俺だけえめっちゃ顔あったよね今ウケるぞワーオ 何汚れ汚れっぽいなんか今めっちゃ変わったよねあれ気のせいかなんか結構顔なかった今嫌な感がするうん何もないうーんこれ待ってこっち側に開いたら全部さ汚れてた可能性がある扉があったのかなもしかしたらうわーここだけやっと汚れてるこのトイレ怪しいななんか顔もあったしなんだでも別に何もないわ何もない トレートペーパーパぶん投げることしかできない今俺はこれ多分さまた奥行けないんじゃないふかけおもろい <laughs> けないわってことはさらに上4階行ってみるかすげえドタバタ走るなこいつ4階ここはもう生卵ぶつけとる4階 髭生えてる。あ。蝶々が。ええ、なんかやだな。また入ってみるか。やばい、今んとこトイレしか探索しないぞ。トイレ探索ゲーム。おお<ー>。ええ、なんか怪しいね。何が散らばってんなこれ。陶器。え <laughs> え。やばい。勢いよく開きすぎて。ええー、ドアが。 あー、やばいやばいやばい <laughs> やばいやばい。<laughs> バグった <laughs>。一番ホラーだけどな、これ。やばい反対側行っちゃった。ああ、もう。ああ、ごめんなさい。こっち側行っちゃいました、ドアが。勢いかけすぎて、こうなんだ。ここもなるかなさすがになんないわ。あ、なるすごい <laughs> これ <laughs>。動き出してる <laughs>。動き出して、振動し始めてるけど <laughs>。これ、ただのバグないよな。 恐怖演出じ何なんだ一体でも若干なんか目的地に近づいてる気がするおーいあれ電気がつかないここもしかしてあるつけるかさすがに暗いの嫌だもんなおーいうん今にも怖いおーい一周回ったぞ今このドアすげー なんだこれこのねこ,このねこっち側を持ってたここここらへん持って回るぐるっと回すと一周回るいやこの口座いらないのようん何の口座おっ分かあるあいいっ撃ってたんだこのこのスマホで例のスレッドでまた同じような内内を書き込まれたあっ違うのかスマホで撃ってたわけじゃないのか場所は近くの小さなビルだ とりあえずこの建物から出よう。えー誰のスマホだったのどういうこと誰のスマホだった今の。出ようって何下に行くのか ?5 階気になるよなぁ。5階行ってみよう。行けないのかなあ、5階行ける普通に。おあ、もう6階はいけないっぽいわ。え、暗急に5階暗 なんだ水が流れるとするおい誰かいるだろう俺は出ねえぞこっからこの建物からお前に会うまで絶対誰かいいんだよおかしいもんスマホだけあるってでも何もねえやおい姿表せ怪しいこの何が怪しいかってこの手洗い場に鏡がない怪しい何かがおかしいぞちょ一人も見とこう 暗電気なんかありそうだよなおりほいお,おバケツが3つ別に何も入ってないなんかそろそろ出てきそうな予感ええー、なんもないわえー、出るってどういうこと ?1 階から降りるってことお1か降りてってことかなもう上は上がれないっぽいしなでてか5階建ての学校ってでっかっ すごくない ?4 階次3階3階で1階のトイレまだ見てないんだよな確かに2階スタートじゃなかったっけ俺2階でしょ1回あもう出ちゃうんだ建物を出てその場所を目指す少し歩くと小さなビルに到着したおこいつすげえな俺だったら絶対 実際に誰か呼んで呼んでくるけどな <laughs> 一人でズカズカいっちゃうえおお自分かびっくりしたいかつがたいよ <laughs> えこんななんか、うん、軍人みたいななんか映画とかで見る軍人さんみたいなすごいいかつアメリカ軍さてはあれとつけてなんか小さなビルに着いたらしいねな,な,んなんなのここ 勝手入っていいんかこんなとこおい不法侵入だぞ絶対ああ卵ぶつけてある絶対不法侵入だんだけどパソコンあるなんだこれ何えな書いてあるぞアイラブコーヒーんだおもろくないやつがいたなちょっと前までここにコップにアイラブコーヒーって時計うーん 別に何かがあるわけじゃなさそう。とりあえず何を見つければいいのかが全く分からないな。なんか階層も分かれてそうだけど。またスマホかなんか見つけんのか絨毯うん。なんか声聞こえた今。あ電気つけんのこれ。おお <laughs> 何の場所なんこれ。ん 何洋服の青山的な洋服の青山の倉庫何なのこれわかんないんだけど青木かスーツ系のあれではあるだろう今新生活始まってるし4月でねえ入社式とかに着ていく用のスーツのに関係してんじゃないさすがに。 こういうハイビルって、絶対一人で来たくないなぁ。怖すぎるよなぁ。こっちはお、開く。電気つくのかあなんかパソコンついてんじゃん。え、え書き込み見つけて。見つけて。おい、見つけるぞ、今、俺がこれ、パソコンついてるけど。こっから書き込んでたわけじゃないのか。 どうなんだろうね、これは。そういう演出な気もする。ここから書き込みましたよ、みたいな。でも、なんもなさそう。おい、俺が見つけてやるからなー。書き込みなんかやめろー。あ、またトイレまた、おこっちの <laughs>、こっちのトイレットペーパー低い。なんでえこの作者さんが、あのトイレットペーパーを、じゃあ、意図的に高くしたってことミスじゃなくて、あれは。 マジかよだとしたら何なんだそのこだわりやっぱトイレットペーパーの位置が高いっていうのも一応ホラー要素だったのかなやばいわからないえー、っとあーってかちょっと待ってよそういえばマップ見てなかったわうん上かなまた上の可能性はある下行ったらまた出ちゃうんじゃないわかんないけど暗いなあ何も見えんなーこっちから行くかええ ちょっとあなんで今なんで今閉じたのちょっとやばいブルーシートはやばいブルーシートはだいたいいのよ浮かせられるけどおい投げんな力強えなこいつあえスマホあるマジさっきと同じで持ち主はいない 例の掲示板でまた新しい書き込みがされていた。うん。あ、なんか URL になったね。だんだんめんどくさくなってきた。<laughs> え <laughs> そのパターン初めて俺、幾度となくホラーゲームやってきたけど、主人公がめんどくさくなるパターンね。びっくりした。とりあえず、この建物を出よう。え,えめんどくさくなって放棄え、いいのそんなことしちゃって。あれなんでなんでトイレットペーパーがあんの トイレに関する何かやっぱあんなこれ絶対これ襲われるパターンでしょ出ねえぞ俺はまたトイレだ俺は出ねえ主人公が面倒くさくなったとしても俺は面倒くさくねえから出ねえおい面倒くさがるな絶対にお前に面倒くさがられたら俺はどうしたらいいんだもう本当にえプレイヤーを置いてきぼりすぎてないやば こんなあったっけあーなんか書いてある。いや、違うか。カタカナかと思ったけど、一瞬。こっちもなんかあるよね。暗ら。おい、なんかありそうじゃん。ここも、ここで。めんどくさがあるなよ。あれ時間全然違う。ズレてんのか。下の階と全然違うな、時間が。うん。でも、動いてるとはすんのよな、時計が。時空がゆがん,んでんのかも。ええー びっくりした。何もない部屋。真っ暗の部屋。ダメだ。こっちはまたいた。マネキンで怖がらせてくんのうーん、何もないか。何もなさそうだな。意外と何もない。何かあるようで。僕は行ってもいいか。あー、じゃあもう本当に帰んなきゃいけないかも。 何もないわ。これは上の階はあ、行き止まりになってる。えー、マジか。終わり <laughs> 嘘でしょ終わりじゃないよねこれ、俺さすがに。位置情報は、すぐ近くの家を示していた。あまだい移動すんのか。その家の扉は、鍵がかかっていなかった。少し扉を開けると、生臭い空気が鼻をつく。え、何かが腐ったような匂いだ。一体、何が やばいって。いやもう激ヤバだって、それは。あここだ。えよく入ったなぁ。フフフフ。もう絶対入っちゃいけないって。警察を呼べ。警察を。おい。なんで入れんだよ。あ起きすぎだろ、サンポール。なんだ、この家。えやばいよ。完全に不法侵入なんだけど。ライトつけて、この明るさ。 ライトぶっ壊れたなんだパソコンおいおいやばいってすっごい頭皮頭皮を顕微鏡で見た時こんな感じが映るよね絶対何この笛みたいなこれ何これ角独特独特な人が住んでるわこれ絶対過去にやばいって勝手に入っちゃいけないって扉が開いてたからって それは…おいびっくりしたんえなにあれえ閉じ込められたえ閉じ込められたんだけどちょっと待ってえあれあ、びっくりした一瞬わからなかったぞ今なんだえあ、今誰かいた今誰かいたぞおいここにも卵ぶつけてある きたねきたね力強すぎだろ俺椅子を跳ね飛ばしてる汚すぎるんだこれおいおいおいどうなってんだうわ生臭い匂いどっからしてんだ一体ここじゃなさそうだな2階か 2階の可能性があるトレットペーパーだけやけに綺麗なんだよな 2>, 2階だな上がってみるかおいいるんだろうそこに行ってやるからな今見つけてやるから俺が突き止めてやるどこだここがメモ人がいない時間帯にしか意識がないいつからかわからないがそのような体質になってしまったらしい不安なのでメモを残すことにした気が付いたら2日は経過していた 病院に行こううとししても意識が飛んでしまうどうすればいいまた一日が過ぎたネットで調べていると妙なサイトが目につく前にも何度か見たことがある書き込みだ見つけて見つけて見つけてえこの人もあってか待って左下のさ目的地が動いてる <laughs> 目的地動いてるよいっぱいどういうこと目的地が動いてる動いてるものに GPS がついてんのかこれえ扉開けれないあ オーマイガーオーマイガーです見つけたのかとっさに家から出た俺はすぐに警察に通報した遅っドン引きするほど遅い俺は長い事情聴取を受け自宅に帰れたのは次の日28日の朝だったよく帰れたね捕まるかと思ったよ不法侵入で発見した遺体について詳しいことは教えてもらえなかった あれ以来あのスレッドを探しても見つけることはできなかった消されたのかな結局あの書き込みのことはわからないままだただ見つけることができなければどうなっていたのかとても長い時間が過ぎたような気がするええー、終わったーええー、面白かった以上音信でした皆さんはねネットで見つけてっていう書き込みがあっても探さないようにしてくださいね まあ探さないと思うけどでもいいねなんか現代的なホラーゲームでよかったな掲示板ネットの掲示板とかのさ俺しか見てないかもって思うような書き込みってめっちゃ怖いよねなんかその恐怖が分かりました皆さん僕のことは見つけてくださいじゃあバイバイ